おはようございます。それでは会見始めます。はい、おはようございます。それでは発表事項が4項目ございます。一つは来週からロサンゼルスに出張させていただくことになりました。目的は3つありまして、一つは昨年県人会の世界大会を2回目やりましたが、南カリフォルニアの和歌山県人会の皆さんに、当礼と申し上げますか、お返しに訪問をさせていただくのが一つ。それから和歌山フェアを行ってますので、和歌山フェアインカリフォルニアの視察で、3つ目がこれが一番大きいんですけれども、昨年トランスボーダー和歌山の移民の歴史とですね、芸術作品の展覧会を和歌山県立近代美術館でやりました。これは全米日系人博物館、ロサンゼルスに拠点のあります全米日系博物館と提携してやりまして、もともと日系の博物館は多様性とかそれから公平とか包摂とかというまさに私ども和歌山県が今目指している、あるいは県立近代美術館が目指している方向性と非常にフィットする組織で、昨年も展覧会の際に責任者の館長の安さんと意見交換しまして、県立近代美術館の館長さんと安館長さんの間でですね、ぜひ提携したいということになりまして、私は立ち会い人という形で調印式を行いたいと思っております。これが一つ目のご報告発表事項であります。でもう一つ目は万博絡みでありますけれども、現在高等教育競争コンソーシアム和歌山というのが、和歌山大学を中心に、高等教育機関、等を超える高等教育機関がありますが、そこがコンソーシアム和歌山を作っております。そこと県とはいろんな連携を行っているんですけれども、今回、地域魅力創出プロジェクトということで、万博を目指してですね、新しいプロジェクトを行うことになりました。そのキックオフの会議が5月19日に松下会館で行われているということなんですが、中身は2枚目の資料を見ていただきますと、和歌山大学の学生さんが41名この7つのプロジェクトに応募してくださいました。7つというのは振興局ごとのそれぞれの歴史とかですね、郷土料理などのテーマでですね、学生さんたちが研究をすると。でチューターという意味では大学院生など13人が指導をするということで、それぞれ7つの項目について研究をされて、できることであれば来年の万博でティームエクスポパビリオンというのがあります。ここに出展をしたらどうかということで、新しい試みをしていただくことになりました。大変若い人たちを巻き込んでの万博機運醸成プロジェクトにもなりますし、従来の高等教育競争コンソーシアム和歌山と和歌山県、特に振興局とのコラボレーションと協力ということでありますので、私自身も大変楽しみにしております。キックオフの会議に私も参加をさせていただく予定であります。それからあとは進出協定が2件ございます。一つが MRT 株式会社、これは和歌山市役所で進出協定をさせていただくことになっております。基本的には IT の会社でコールセンターの開設がメインでございます。それから橋本市でありますけれども、寺本パイル織物株式会社が橋本市に工場を増設するということでありまして、これも橋本市役所で提携式を行います。以上が発表事項であります。それからすでに資料は事前にお手元に行っていると思いますけれども、話題提供事項ということで、一つは緑の愛護の集いに秋篠宮皇嗣同妃両殿下のおなりということについての情報がここに書かれてありますので、ぜひご取材とよろしくお願いをしたいと思っております。実際この日程が決まりましたけれども、少し前に私自身が宮内庁と連絡を取りまして、秋篠宮皇嗣同妃両殿下に全体のレクチャーに東京に行ってまいりまして、いろいろとご説明をしてまいりました。その中で秋篠宮皇嗣殿下は大変和歌山には何度も何度も来ておられまして、私は知らなかったんですけども、竜神村に3回行っておられてですね、
で彼はいわゆる生物学の先生であられますので、岸本知事、龍神地鶏って知ってますかと聞かれまして、いや知りませんと。で龍神地鶏っていうのは300年前から飼育をしている純血の日本の絶滅危惧種の、鶏、シャモぐらいの小さな鳥なんです。これ今うちの養鶏研究所で保存をしております。一方で商業用の鶏と掛け合わせまして龍神コッコという新しい品種を作って、今その卵やあるいはその卵を使って、龍神コッコのプリンなどを、龍神村で、作ってですね、地域保護しに役立てていると。そのことも全て秋篠宮殿下ご存知でいらっしゃって、大変勉強になった次第でございます。いずれにしましても、同妃両殿下お迎えするということで、県庁としては万全の体制で臨んでいきたいと思っております。詳細につきましては担当課にお問い合わせをいただければと思います。それからこれも5月10日に行いました新総合計画策定本部の第1回本部会議の結果について、これは実際担当課長の方からレクチャーもしていると思いますので、ご参考までに配布をさせていただいております。なお当日のですね本部会議では本部員の方々が活発な議論をしていただきました。全ては議論の中身ですので報告できませんけれども、例えば福祉の関係のビジョンを作るにはやっぱり和歌山県の経済見通しが必要だというご意見がありました。2040年に向けて和歌山県の経済がどうなるのか、それによってですね福祉のあり方も随分変わってくる。おっしゃる通りです。財源の問題もありますので、じゃあその和歌山県の経済見通しをどうするのか、で和歌山県の経済見通しを作ることになれば当然和歌山県の財政見通しもその経済を前提に当然作るということになります。昨年経営危機宣言をしたときには10年間の推計をいたしましたけれども、2040年までの、財政見通しを作るのか作らないのか、そういうような議論も、ありまして、私自身は県庁職員の皆さんが、今までと違ったですね、不都合な真実に目を背けない、その中の本部員の方の意見の中でも、県民の皆さんとそういう不都合な真実をきちんと共有していくことも重要じゃないかと、そういうことで県民の皆さんにも、自分事として考えていただくような、計画にしていきたいというような議論もありましたので、そこはしっかりと職員の皆さんにたたき台を作っていただいて、しっかりタウンミーティングをはじめ、熟議の場で県民の皆さんにも情報を共有しながらご議論をいただきたいと思っております。私からは以上です。補足事項がございます。万博推進課長ですが、2点目 の、 発表事項の、高等教育競争コンソーシアムと、振興局の地域魅力創出プロジェクトの件ですが、参加学生先ほど41名と知事から説明あったんですが、現時点で今42名になってますんで、42名、1人増えたんやね。はいはい、そうです、はい、失礼しました。1人増えたそうです。じゃああと増えるかもしれないですね。そうですね、はい、今後また増えるかもしれませんけど、はい、失礼しました。それではご質問を受けします。どうぞ。読売新聞の竹内です。お願いします。1点目 の、 姉妹ミュージアムの提携の件なんですけども、近代美術館さんとその他の国 の、 ミュージアムの間でこう姉妹ミュージアムを提携するというのは初めてなのかどうかというのと、この提携をきっかけにどういうことを期待していくのかというところに点お願いします。はい、これ、担当から補足していただきますが、和歌山県立近代美術館がいわゆる、他の海外の美術館と姉妹ミュージアム提携を結ぶというのはおそらくこれが初めてだろうと思っております。それから先ほども言いましたように、本当に昨年のですね、展覧会は素晴らしい展覧会として高く評価もいただいておりますが、これをしたのはやっぱり県立近代美術館の学芸員の皆さんと全米日系人博物館の学芸員の皆さん、それはそれぞれの館長さんのリーダーシップでですね、いわゆる多様性とか公平性、さらには包摂といったような大きなテーマの中で、日系人の移民の皆さんの歴史、あるいはそれぞれの、カリフォルニアを中心とした芸術活動に焦点を当てた素晴らしい展覧会になりましたので、それを今後ともですね、多様性や公平性や包摂といったような大きな枠の中でいろんな
提携をしていけると思いますし、もともと県立近代美術館は和歌山県出身 の, あのアーティスト、あの芸術家をですね、ずっとあの作品も収集し、学芸員の皆さんもそこに焦点を当てた研究もされてきてますので、まさにカリフォルニアにはですね、大勢の和歌山県出身 の, あの芸術家が渡米されておりますので、そういう意味でも今後いろんな成果が期待できるのではないかと考えております。ありがとうございます。あともう1点、あの発表項目外になるんですが、まあ、先日あの上富田町 の, あの知的障害者の支援施設の、まあ、虐待事案の件で、まあ、あの県もあの翌日にあの発表の翌日に監査に入られたと思うんですけど、まあ、この事案に対するあの知事受け止めと、まあ、監査で、まあ、どういうことを明らかにして、まあ、どういうふうに再発防止、まあ、あの一義的にはあの施設のあのが取り組むべきことだと思うんですけども、どういうふうに指導されるのかというところをお願いします。はい、あの社会福祉法人和歌山県福祉事業団というのは、まあ県下で一番大きなですね、社会福祉をご担当していただいている団体でして、まあ、いろんな経緯はありますけれども、現在75施設、それから働かれている方が約1380名という大変大きな組織であります。で、私自身も知事に就任してますから、もちろん本部は当然ですけれども、いくつかあの関係の施設を視察にすでに行かせていただいています。で、私があの視察に行かせていただいた範囲では、本当にあの職員の皆さんがですね、非常に献身的にあの、お仕事をされている姿を、まあ、目の当たりにして、大変あの頭の下がる思いをした経緯があったもんですから、今回の事件を聞きまして大変あの心を痛めております。まあ、このことにつきましても、あの、まあ、悪い人が一人いて、その方の個人的な、まあ、悪い行いということなのか、それについてはまた今後もですね、組織内では処分が行われたようですが、あの刑事的なですね、捜査等があるのかないのか分かりませんが、まあ、個人の話、それからじゃあ仮に個人がそういうことをされるのをなぜ防げなかったのか、あるいは組織として仮にそれが発覚したときになぜすぐに止められなかったのか、これはまさに組織の問題ですので、これについてはおそらく監査今やってますので、そういうことについて、監査の結果をですね、お伺いしながら、県としてはあの指導をしていきたいと思っております。現時点まだ監査中ですので、私の方からは予断を持った発言は差し控えたいと思います。日刊工業新聞の富井と申します。あの万博の件でお聞きします。あのまずあの今日あの発表されましたあの高等教育 コンソーシアムの件で、このコンソーシアムの狙いと、あとあの期待というのをまず伺いたいというのと、あとまあそれに 関連するかどうか分からないですけど、和歌山県として出されるパビリオンに関して、まあ、今の準備状況と、まあ、期待というのをちょっと教えていただけますでしょうか。お願いします。はい、あのまず高等教育競争コンソーシアム和歌山というのは、かなりあの前から活動していたんですけれども、今回あの和歌山大学の、本山学長さんがご就任をされて、特に本山学長さんがこの競争コンソーシアムに力を入れられたいということで、リーダーシップを発揮されています。まあ、我々も和歌山県としてもあの大賛成ですので、今ある高等教育の皆さん の, あの活力を県に取り込んでいきたいと、まあ、それが今回の一つのプロジェクトになったということだと思っています。今後あの和歌山大学さんとはですね、コンソーシアムもそうですけれども、和歌山大学さんとも国際的な問題とか、あるいは地域振興の問題とかで、協力体制を作っていきたいというような今お話を進めているところであります。それから万博全体につきましては、あの、関西広域連合のパビリオンは順調に、建物ができてきています。どこかでまたあの、関係の知事さんと一緒に視察に行こうかという話になっていますが、まあ、その中で和歌山ゾーンのところはですね、吉本総合プロデューサーのもと、中瀬課長を筆頭にですね、万博推進課の若い皆さんが非常に一生懸命やっていただいてまして、着々と準備が進んでおります。多分あの最初にも申し上げましたけれども、日本全体としてもですね、あるいは世界的にも和歌山ゾーンに対する期待値はめちゃんこ低いんだろうと思うんですね。
だけどだからこそだからこそですね、あっと驚くような素晴らしい展示にしていきたいということで、吉本総合プロデューサーと永瀬会長はじめみんな張り切ってますので、こうご期待ということでよろしくお願いいたします。朝日新聞松永です。今の件に追加で質問なんですけど、今回この、学生さん参加されるということで、学生さんに向けてなんかこうどういうことを期待して、パビリオンで発表とかしていただけしていたもらうかっていうのをちょっとお気持ちを聞かせてください。はい、ありがとうございます。テーマがですね、各進行局ごとにいろんなテーマを頂戴しているというかテーマを挙げているわけですけれども、県庁の職員も新入社員は22、23歳でしょうけれど、中堅の方は30代、40代、部長から私も含めて、おじさんが多いわけでありますから、若い感性でですね、全く我々、県庁の職員ではもう発想もできないような新しい発想で、こういうテーマ、我々にとっても大事なテーマなので作っていただいて、教えを請いたいという非常に期待をしております。ミレニアム世代という方々なんでしょうか、突拍子もないような発想を期待したいと思っております。NHK の横山です。よろしくお願いします。虐待の事案の話に話が戻ってしまうんですけども、今監査今も行われている最中ということで、これいつ頃までに終了できる見通しなのか分かればというところと、いち早くということかもしれませんが、そのあたりの知事の所感を教えてください。はい、現在まさに監査中でありまして、きちんとした監査が必要だと思ってますので、特にいつまでというふうにですね、期限を切ってこの期限までということは今時点では申し上げられません。できるだけ関係者の皆さんのご協力を得ながら緻密に監査をして、これともかく絶対再発を防止しないといけないということなので、どうでしょうか、担当者の方の思いもあると思いますけれども、私としては知事としてはしっかりと時間をかけて、十二分な監査をしてもらいたいと思っております。ありがとうございました。毎日新聞の小牧です。万博の件なんですけど、知事就任当初から現場重視、地域振興局重視ということをおっしゃられてたかと思うんですけど、その地域振興局とその学生さんが連携することへのその期待というものがあればお聞かせください。そうですね、まずテーマを地域振興局ごとに作ったということで、地域振興局が地域の振興局が主役だということを、我々としては表に出したいということですし、またそうやって振興局の近くに行っていただいて、振興局の職員さんと学生さんたちが協力していろんな、勉強したりプロジェクトをしていく中で、できれば和歌山県の行政にも興味を持っていただいてですね、和歌山県庁を応募していただければ、ペーパーテストのない枠もありますので、この学生さんたちの何人かが和歌山県庁を希望していただければいいなと、振興局の魅力を知っていただければと思っております。その他ございませんか。よろしいでしょうか。それでは会見終わります。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。